피난다. よし。攻略会議を始めましょう。それではボスの攻略に向かいましょう。Thank you.
キリト、この層のアクティベート済ませてきたぜ。銃の桁が上がると節目って感じがするわね。初めてじゃない？確かに記憶にはねえな。昔の MMO じゃ地殻変動イベントとかあったけどな。こういうイベントをきっかけにして新しいマップが開放されたりしたんだよ。ちょっと期待しちまうな。ただまあ、底意地の悪い改変じゃなきゃいいが。にしても、結局ログアウトできねえままここまで来ちまったな。だけ攻略をこなしてりゃ容量も良くなってくるってもんだよ。
全員揃ったかな。じゃあそろそろ80層到達パーティーを始めたいと思います。思い起こせば2年前俺はこのゲームで一流のプレイヤーになろうと。あんたの話なんかどうでもいいからさっさと乾杯しなさいよ。きってー、まだ話の触りも語ってないってのによ。まあいいか。それじゃみんな乾杯。乾杯。よっキリト、80層到達おめでとうさん。お前と会ってから2年、今もこうして一緒にいられるなんて感慨深いじゃねえかな。これからもよろしく頼むぜ相棒。残り20層もさっさとクリアしちまおうぜ。ケリト、楽しんでる？そりゃあ一流シェフのアスナ様が直々に作っている料理だもん。美味しいに決まってるわ。こんなうまいもんをお前は毎日食えてんのか、この幸せ者。食えるだけでも幸せだってろ。くそ、今日ぐらいは俺が全部平らげてやる。キリト、こっちの料理も食べてみてくれないか。ああ、うまいもんを用意したぜ。期待してくれていいぞ。まあこの世界に存在する素材で作ったものだからな、ピザの味が再現できているかは各自の判断に任せる。でもアスナにも手伝ってもらったから、美味しさにおいては間違いないだろう。おっと待ってくれ。実はな、余興も含めて一つ趣向を凝らしてみた。この中の一切れに激辛が混ぜてある。味見はしてないからどの程度の辛さかは分からんが、ま、県内だからな、死ぬことはねえだろ。楽しそうじゃねえか。誰が激辛ピザを食べちまうかやってみようぜ。どれだけ辛いんだろう。ちょっと怖いかも。作るところ見てたけど、半端ない量の辛味パウダーをまぶしてたわよ。止めなかったのよ。すごく楽しそうだったから。運試しと思えばいいのよ。むしろ当たればラッキーくらいの気持ちでね。
キーか。それならよ、激辛を食べたやつは誰でも好きなやつに好きなことを命令していいとか、どうだ。あんた、いつもそういう遊びばっか考えてそうね。おいおい、別にやましいことを考えてるわけじゃねえぜ。誤解すんなよ。美味しいもん作ってもらうとか、レアアイテム探しを手伝ってもらうとか、いろいろあんだろう。一緒に買い物に付き合ってもらうとかも。そうか、そういうのもありか。8ピースだから確率は8分の1ね。参加する人は誰ですか？当然俺は参加だな。私もやってみようかな。私も挑戦してみる。私もやってみます。ゆいちゃんも？ゆいちゃんが辛いものを食べたとき、すごく渋い顔してたような。大盛況で何よりだ。さあ、誰が激辛を食べてぶっ倒れてくれるかな。よし、それじゃみんな自分の食べる分を決めるぞ。準備はいいみたいだな。みんな、いっせーので食うぞ。激辛が当たれば誰かに好きなことをしてもらえる。いいな。それじゃ行くぞ。いっせーの。はーお。はん。うん。はん。
よ、すまん。ちょっと残念って思ったけど、やっぱり当たらなくてよかったかも。うん、危なかった。ひでえ目にあったぜ。だが、当たりは俺様よ。ここからが本番だからな。さて、誰に何をしてもらっちゃおうかな。ひょっとして、私たち、すごいピンチなんじゃ。大丈夫よ。人並みの良識はあるはずよ、多分。どうすっかな。ね、お嬢さん方。何言ってるの？あんたもうお願い事聞いてもらったじゃない。え？今さっきキリトに水をもらったでしょ。それでもう終わったじゃない。おいおい、あら違うだろう。そうですね、確かにあれはキリトさんに対するお願い事でした。そうよね、さっきので終わりよね。え、おいちょっと、いやなんだよこの流れ。よかったわね、キリトにお願い聞いてもらえて。そりゃねえだろうよ、激辛食っただけ損じゃねえか。おいキリト、お前もなんか言えよ。下心ありありの態度を見せるからこうなるんだよ。そこまでやましいことをしようだなんて別に考えてなかったのによ。お前がそう思っても周りのみんなはそう思ってくれなかったんだね。かわいそうな俺。